雨が降ってるのに、あ、月今隠れました。今月が出てましたね。これ大地震になります。異常です。ここの下に、これ黒い雲なんですが、この下に月が入りました。ここに月が出ました。色としては赤くありません。夜です。ここに月が隠れました。雨が止んだとこですが、まだポロポロと降ってます。非常に大きな地震が発生します。ここに地震雲が出ております。2013年の、3月26日の、午後2時頃ですが、地震の対応が出ました。これ大地震、世界の空が真っ赤に焼ける場所で大地震が発生します。で、震源地は、空が真っ赤になります。5時間ぐらいで発生します。今日は満月ですので、月が真っ赤になると日本で発生します。赤くならなければ世界の空が真っ赤に焼ける場所で7クラス以上の大地震が発生します。これが私が見つけた地震の太陽です。3月26日出ました。3月31日大地震の太陽と空になりました。一面真っ白です。空一面真っ白です。3月31日3時過ぎ大地震の前兆の太陽が出ましたね。すごいですよ。非常に大きな地震が発生します。1週間以内、早くて3日。3月31日の、6時、ちょっと、ま、遅すぎ、すごいことになっております。西の方向に大きな地震の前兆の雲が出ましたね。すごいことになっております。西の空がすごいことになっております。大地震が発生します。ひょっとすれば外国ではないかと思いますね。3月31日大地震の雲が出ましたね。三角形、ここに円が出ました。これ大地震の太陽です。風も吹いております。大地震です。3月31日、北側に筋雲がいっぱい出ましたね。これは大地震になるんです。大きな地震が発生します。3月31日6時半頃です。大地震が発生します。帯雲も出ました。帯雲が出ました。大きな地震が発生します。4月1日大きなリングが出ましたね。
昨日から今日にかけても続けて出ております。4月の今日は、今日は4月の16日、3時過ぎ、大地震の雲出ました、リングも出ております。淡路島より大きな地震が発生します。3日早くて3日以内、もしくは遅れても1週間以内に7クラスを超える大地震が発生します。このリングは必ず大地震になります。淡路島の地震も予知しました。太陽の方見とったね。4月の17日、大地震の太陽が出ましたね。4月17日11時過ぎですか、朝、太陽、地震の太陽出ましたね。大きな地震が発生します。昨日16日イランで 7.8 がありました。はい、7月の20日夕方6時半ごろ焼けました。こちら東、そして西方向も焼けております。非常に大きな地震が発生します。必ずありますね。すごい焼けました。焼けました。必ずあります。大地震です。日本を含めえらいことになると思います。満月が危ない、満月が危ないですね。必ずあります。大地震が発生します。大地震です。池田氏にも言うておりますが、危機管理センターもほったらかしにしておりますね。すべての地震が当ててるにもかかわらず黙って知らんぷりです。あれが行政なんですね。すごいのが上がりました。もうでデータがちょっと取れないんで、カメラいっぱいになって、取れなかったんでビデオで撮っておりますね。大地震です。すごいですね。大きな地震が発生します。立正安国論に書かれておりますね。よ、皆正に背き、一言ごとく悪に帰す。故に善人は国を捨てて愛さり、正人は所を辞して帰りたまわず。これをもって、まあ来たり、再起こり、難起こると。明日選挙でまた安倍さんが勝つそうなんで、こういうことが起きると、災害が発生します。天怒るは人に咎があるなりという御紋章がありますね。全くその通りですね。大地震ですよ。3日以内もしくは1週間以内です。今度お月さんが真っ赤になれば日本です。大地震が起きます。だんだん赤くなってきましたね、こちらも。真っ赤に染まっております。西方向真っ赤に染まっておりますね。
えらい地震が発生します。大地震です。すごい前兆が出ましたね。大地震です。間違いありません。今日は、7月の20日の6時半過ぎか、えらいことですね。大地震ですよ。学者も一つも返事しませんね。悪い人たち。日蓮大聖人が雲二本立つということをおっしゃっておりました。これがそうなんですね。雲二本立ち上がっておりますね。これが大地震の前兆です。それからここに赤く染まっております。かなり大きな地震、巨大地震もしくは 7.5 以上あると思いますね。大地震です。大地震の発生すごいですね。久しぶりに真っ赤に焼けました。大地震です。大地震の発生。すごい地震が発生します。